はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはるです。今日はこちらですね。うん。仮面ライダービルドのデラックス。メダル&友情フルボトルセットです。ということで、フォーゼとオーズだね、これはね。うん、のレジェンドライダーに変身できるフルボトルセットですね。友情の方はロケットとベストマッチ、うん、でメダルの方はタカとベストマッチだね、うん、じゃあ開けていきましょう。はい、はい、こちらが友情フルボトルだね、うん、これは握手してるデザインになってるんだね、うん、握手してますね。そしてこちらがメダルフルボトルですね、うん、メダルは上からこう落ちてきてるようなデザインになってますね。はい、ではビルドドライバーで聞いてみましょう。はい、まずは友情ロケットベストマッチ、では続いてオーズ行きましょう。はい、オーズ全く見たことないからさ、うん、なんか昭和ライダーみたいな感じだったね。確かに、タッ突破。はい、じゃあ今回もまた変身対決やっていきましょう。はい、エイシン君が使うのは友情フルボトルとロケットフルボトル、そうですね、うん、じゃあお願いします。はい、さあ実験を始めようか。宇宙へ来たー、勝っちゃった必殺技が決まってしまうけど宇宙来たね OK です、エイシン君じゃあ、あれね、こういう感じでしたね。じゃあ今度パパ行きましょう。はい、さあ、実験を始めようか。かかうメダル、ベストマッチ。ちょっとごめん。ああ、いさだよ。タコがつついてるみたいな感じだったんだごめん、パパね、うん、ちょっといまいち乗れなかったわ、うん、すみませんでした、はい、今回もですね、こちらの方でアンケートを用意してますので、前回のこのラビットタンクスパークリングはね、エイシン君圧勝でしたんで、今回は私の方にちょっとコミカルなところも評価してもらって、私の方にと票を入れてくれるといいかなと思います。はい、はいはい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスメダル&友情フルボトルセットでした。はい、ということで今日の動画が気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、コメント、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。